ジョン・ハンケは、アメリカ合衆国の企業家、エンジニア。AR ゲームイングレスや、ポケモン GO などの実験的なモバイルソーシャル、アプリケーションを探求する会社ナイアンティック、インクを運営する。ベンチャー企業キーホール、インクを創業し、最高経営責任者であった。Google が2004年にキーホール、インクを買収したことにより、その主力製品は、Google Earth と名前を変えた。 キーホール、インクが買収された後、数年間、Google Earth や Google Map、ストリートビューなど含むの Google ジオチームを統括する副社長を歴任。2011年に Google の社内スタートアップとして、ナイアンティックラブスを設立し、2015年8月には Google から独立し、ナイアンティック、インクとして活動する。テキサス州オースティンで未婚の母の元に生まれ、幼少時に、 同州クロスプレインズの農家へ養子として引き取られ、そこで家業を手伝いながら育った。アーサー・シー・クラークや、ウィリアム・ギブスなどの SF 小説を愛読し、中学生になってからは TRS-80 や、あたり400のプログラミングを始めた。1985年にクロスプレインズ高校に入学してからは、シューティングゲームやテキストベースのアドベンチャーゲーム、また、 学校のバスケットボールチームの分析ソフトなどを開発した。マーク・ザッカーバーグがハーバード大学時代に開発した SNS、Facebook と似たマッチングソフトも開発したが学校内で大問題となったという。1989年にテキサス大学オースティン校を卒業後は米国務省に入省。ワシントン DC やミャンマーなどで4年余り働いた後、 1994年に退職してカリフォルニア大学バークレー校のハースビジネススクールに入学。そこでの同級生、セラーズ兄弟が設立した世界初の商業用 MMORPG を開発するスタートアップ企業アーキタイプインタラクティブに参画しメリディアン59を開発した。このゲームは開発チームごと参入者に買収されたが、ンケは セラーズ兄弟と共に1998年に3、ルーシを退職して、別のゲーム会社ザビックネットワークを設立し、2000年には同社をイーユニバースに売却した。その後、衛星写真をつなげて、地図データとリンクさせるベンチャー企業キーホールを同年に設立し、その共同創業者兼 CEO となった。2018年8月14日放送のサラメシ。 真夏の社長飯スペシャル2018で90分間の取材を受けた際には、ヨガや瞑想が趣味であると話し、ナイアンティック・インクのオフィスにある瞑想室で瞑想する姿も公開された。ありがとうございます。